こんばんは。ちょっと10時から息をする心の MV が公開されるので、あと4分なんですけど、一緒に見ましょう。体調大丈夫ですか？そうなんですよ。昨日ね、お話し会、そう、途中でね、途中でちょっと体調不良でお休みしたんですけど、そう、でももう体調はすっかり良くなりました。振り替えがね、その5678かな、4部また振り替えがあると思うので、本当にね、その部を撮ってくださってる方がいたら、本当に申し訳ない。もう私、仕事を休むのが本当に一番嫌っていうか、すごいね、一番嫌なんですけど、ちょっとスタッフさんとかともお話しして、ね、リリーベもあるので、ちょっとね、念のためにお休みをいただきました。本当に申し訳ない。でも良くなったので、15日のリリーベとか、ラゾーナのリリーベとかには参加できる予定です。そうなんですよ。すいません、ご心配をねおかけしました。今日からね、普通にもうレッスンとかも参加してきて、バチバチに踊ってきましたので、大丈夫です。また皆さんと笑顔でお話しできるのを楽しみに しています。お願いします。お話楽しみね。楽しみです、お話。ということで、あと2分したら、YouTube でね、息をする心のダンスミュージックビデオ、ダンス QR コードが公開されるんですよ。で、私これね、今日見たんですよ。今日見たんですけど、なかなかね、こう、MV ってやっぱりこうね、いつもだったら序列とか、結構、なんかメンバーによってはね、映ってないこととかあるんだけど、このね、ダンスは結構平等に映ってるので、皆さんのね、推しメンをぜひね、探しながら見てくださいな。あと1分。コメントを見ながら見てます。QR はもう解析して、両卓いた。嘘。いや、でもね、まだそれだけじゃ解析できない謎があるはずなので、ちょっと楽しみにしててください。やばい、あともうちょっとだ。見てる見てる、ワクワクワクテカワクテカ。チャット開きながら見てます。コメントしようかな。あ、でもちょっと私 YouTube の名前違うから分かんないかも コメントしても間もなくだよ。あ、来た？あ、私の広告が始まった。やばいやばい。私 YouTube プレミアムじゃないから、カウントダウン来たって言ってる。やばい、広告2個入ってんだけど やばい、遅れちゃう遅れちゃう。あ、カウントダウンだ。カウントダウンめっちゃ癖強ない？目に悪いカウントダウンって言われてる。ちょっとおしゃれが。
おしゃれたらしめてるか、うおおおちょっとカウントダウンの癖が。おしゃれすぎてすごい、すごい、なんかおしゃれたらしめてる。これ作ってるのかな STU が。なんか作ってそうやばい、目に来るって言ってる。なんか見続けてさ、白い天井を見たらさ、なんか映ってそう。これこのカウントダウン。オキちゃん見てるだってコメント。オキちゃん見てるよちょっとやめてよ、 YouTube からこっちに問いかけてくるの10 9 8 7 6 5 1 0。ピカーン。お、広島の街並みから。ここ良くない？イントロ。もうどこ見たらいいのか分かんないイントロいきなり晩、夜になります。これね、夜の方が1日目に撮ったんだよね。朝は2日目に撮ったんですよ。だからこれが夜のシーンが MV 撮影初日、あのドラマシーンより最初に撮ってる。これね、一人一人ね、これ皆さんあの QR コード読み込んでみてください。あのもしかしてやってみたら、あ、私だ。これね、それぞれでもしかしたら違うかも。これマジで大変だったんですよ、この QR コード。本当に実際に携帯持ってスタッフさんがで、カメラに読み込めたら成功で、読み込めなかったら読み込めるまで撮影続くんですよ。これ大変だった、懐かしい。だからなんか読み込めないメンバーは永遠に読み込むまで同じシーンをずっと撮らされて、ちょっと泣きそうになってたかわいそうい, いですね、白と黒。これあのそごうのあそこですね、あの歩きだと信号っていうか、何、道路渡るのが大変なあの道路です。あ、これ私。寒かった、この撮影そういえばなんかじわる。明日になれば、これちゃんとね、黒と白が並んでるんですよ、周りは。これね、歌詞が来たのが、ダンスのフリー自体はめっちゃ前からやってたんだけど、歌詞が来たのが当日で、この2サビとかは当日の朝にフリー入れしたんですよ。これフリー入れしてその日に MV 撮影だった。この2サビは結構変わったんだよね、確か。頑張ってますねあ、私だ。このバカデカ QR コード読み込んでほしい、誰か。これね、千穂さんが走ってくるやつね。
あ、ここ好きなところ、このあとここ、ここカメコタイム。カメコタイム。笑顔になった。おお、すごい、よく気づいてる。ラッサビはめっちゃ笑顔で撮ってるかも。これね、千代さんがね、これ結構距離あるんですよ、前、一番前と一番後ろで、これ大変なの、走るの。ちっちゃん、ちょっとなんか私が後ろの方にじわじわ映ってる。終わりました。ありがとうございます。あ、やばい、別の動画が始まっちゃう。ありがとうございました。息をする心のね、 MV 公開でした。これね、まああの手にね、バーコードを QR コードをつけてたんですけど、このね、一人一人のあの QR コードを読み込んでみると、ちょっとまたいろいろなね、仕掛けがあるので、ぜひあの、まあ、できたらあの全メンバー読み込んでみてください。めっちゃ大変だと思うけど。めっちゃ大変だと思うけど、これは本当にね、大変だった。うん、だからあの本当に何回でもね、見ちゃう MV になっております。もうこれ撮影するの大変だった。何が大変って、読み込むのも大変だし。もう私もなんかアップのシーンとか、結構2番の A メロとかはもうそうなんだけど、なんだろう、連続で撮っていくのとかは本当に誰か一人でも読み込めなかったらまた最初からみたいな感じだったので、結構頑張りました。頑張った決勝なので見てみてください。大変なんですよ。いつも ST は寒さとの戦い。そうなんですよ、なんかいつも寒いんですよね。これもあのちょっと QR コードを手につけるっていうのはもともと MV 撮影をするなんかコンセプトみたいなのでやることになって、で振りもだからここに QR コードがつくっていうのがもう確定だったから、そういう見やすい振りになりました。ちちちありがたいね。でもね、すごい全員分アップがあるってすごい嬉しいですね。オキちゃんの読み込んだら出てきた。うそ、もう早いね、読み込むの。うん、1日で撮ったんですか。ダンス QR はいつぐらいだろう、1月ぐらいに2日間かけて撮って、ドラマ MV は2月、先月に
なんか何日かに分けて個人個人で撮ったって感じかな。本当はねこっちの方が先に撮影してた。やっと見せることができました。QR コード先の映像10日ごとに切り替わる。あ、10日ごとなんだ。なんかでもいろんなパターンがあるらしい本当にいろんなパターンがあるらしいです。今の段階ではまだシーズン1って感じ。すごいすごいよね。初めての、何気にこういうの初試みです。読み込めた。あ、起きちゃんで読み込みました。嘘。結構大変だと思う。そうなんですよ。しかも何気に初めてこう広島の市内っていうか、もうど市内超中心街。いつもなんか遊びに行くところっていうか、あそこら辺が。そごうとか、なんかもう遊びに行くところだからすごい不思議な感覚あ、やばい、失礼。誰か好き。あとね、あの NHK さんの方のね、 J メロで、あの息をする心のフルバージョンをテレビ初披露して、あの見逃し配信とかもやってるから、あの調べてもらったら見ることができるんですけど、ぜひね見てもらいたい。 QR コードはないんだけどそちらの方も英語だった。あ、そうそう、海外の方に向けた番組なのでね。でも本当に NHK さんたくさん呼んでくださってめちゃくちゃ嬉しい。最近なんか TikTok のプロモーションにもめっちゃ息をする心流れてくるんですよね。おきちゃん的に MV 撮影の日に一番大変なことって何ですか？一番大変なこと？なんだろう、歌詞を覚えることかな。まあ寒いとかはあるけど、まあ寒さはありますね。私寒冷じんましん持ちだから、この夜のカットももう顔面ブツブツになりながらじんましんだらけで、じんましんが出る前に私の顔を撮ってほしいなって思いながら撮ったりとかはあるけど、まあでも歌詞覚えるのは結構大変だったかも。今回みたいにリップとダンス一緒だったりとかしたら。そうなんですよかな。うん、私は元気そうで何より。うん、ありがとう。なんかでもこの曲ってサビが転調するからちょっと珍しいですよね。なんかすごい好きだなって思って、ちょっとテンション上がる前髪めっちゃ伸びてる。君を好きになって肩の力が抜けた、僕は僕のままで変わらなくていいんだ、好きだ、チン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 、
チン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 、生きることは呼吸すること、急がないでゆっくりでいい、他の人と比べないで吸って吐いて自分のペースで、チャ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 ンチャチャン、ここが一番好き、チャ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 ンチャンチャチャチャン、みんなで円になってね、こう上を向くんですけど、マジ近い三つって感じの振りなんだけど好きなんだよね寒かったから暖取ってた、あのそのシーンの時みんなでペンギンのあのブリザードみたいな感じであの寒さ対策で円になるやつ、そんな気持ちで撮影してました。誰か好きになると知らぬ間に微笑む、思い浮かべるたび、 MV 撮影で歌うシーンは実際に声に出したりするの？歌いはしないの？あー、歌ってるメンバーもいるけど、なんか基本的に歌詞が覚えきれてなくてあんまり歌えてはない。あの先読みっていう、なんか読んでくださる方がいて、次の歌詞をその人の声をなんかこうやってリップしながら次のやつを聞いてるから、あ、でも歌ってる時もある、仮歌から歌詞が変わらなかった時とかは撮ったりもするんだけど、その時はちょっと覚えれなかったかもしれない。なんかめっちゃね、仮歌の方の歌詞が未だに忘れられない時あるんだよね。なんだっけな、息をする心もね、なんかちょっと仮歌が面白くて、なんか最初千穂さんの最初のソロがなんかね、なんかコーヒーっていう歌詞が出てて、振りもコーヒーの振りだったんよ。なんかどんな歌詞か忘れちゃったんだけど、コーヒーの味が消えないみたいな振りだったんですよ。なんかそれでなんかこうコーヒーを運んでるみたいな振りだったんだけど、歌詞が当日の朝に変わったから、息ができないに変わったから、あの息、あの何、首、息ができないだの首をちょっと締めてるみたいな。でもなんダンス的にコーヒーで覚えてたから難しかったかもそう、歌詞はね全く関係ない。そう、でもね、仮歌もめっちゃいい歌詞だったんだよね。忘れちゃったけど、もうすぐ忘れちゃうね。でもコーヒーの歌だった、コーヒーまあほぼほぼコーヒーの歌だった。最近さ、そのレコーディングスタジオがもうなんかめっちゃイメチェンしてて、いつもお世話になってるレコーディングのスタジオがあるんですけど、東京に、まあ、他の48グループさんとかも一緒に愛用してるんですけど、めっちゃおしゃれになってて、でそこのスタジオの方がすごい優しくて、なんかいつでもここで写真撮っていいからねみたいな感じで、なんかもうフォトスタジオみたいななんか本当に全部がおしゃれで、いや今度次レコーディングするときはメイクしていこうって思った。メイクしてもう本当におしゃれで、絶対写真撮ろうって思ったのにいつもすっぴんでいくから、スタジオって薄暗いイメージある。そういつも真っ暗っていうか普通にスタジオなんだけど、なんか最近その新しく変えたから、なんかもう
なんて言うんだろう、グランピングみたいなもうなんかテントみたいな感じで、一人一テントみたいな感じで、もうちょっとおしゃれな明かりをね、薄暗めのおしゃれな明かりを室内に照らしてくれてて、すごい映えなんですよ。そう、オシャンティースタジオで、なんかね、なんて言うんだろう、シンガーソングライターの MV 撮影みたいなおしゃれさで、うん、撮ってます。そうなのよ、今度写真撮り、写真撮ろう。まあではね、レコーディング、次のシングル出す時じゃないといかないから、次のシングル出す時に行きたいと思います。座るシーンってパセリだけカメラ目線じゃないの意味あるのかな。あそこカメラ目線のシーンかと思ってたけど、なんか確かになんかツイッターに載ってたこうみんなの集合写真、なぜかパセリだけどっか向いてたたそがれパセリでしたね。あそこはね、千穂さんのソロなんだけど、なんかみんなで家族のように集まってるのがポイントです。愛子さん笑顔ね、愛子じ超笑顔だったね別にいいんやけどさ、めっちゃ思った以上に笑顔だった。でも私もあそこどういう表情していいのかちょっと難しいから、微笑んでる、うんってうん、あのシーンね結構大変なんですよ。サーヤンとか寝転んでたりとかするから、結構一瞬でみんなで集まるんですけど、まあちょっとライブのシーンとかになったらね、ごたごたが見れると思うんですけど、割と大変。全員の QR の動画見たの？あー、まだ見てないけど何人かは見ました。自分のもちょっとだけ見たかも。なんかメンバーにはね展開されてた URL みたいなのが、その各自の QR コード読み込んだ時の、読み込んだ先の動画は展開されてて、そこで見て、なんかソラハが、まあ、それがその URL がシングルの LINE に来てたから、 LINE グループに、ソラハがなんかミチさんの見たいから、ミチさんの URL 送ってって言われて、言ってきて、まあ送ってあげようかなと思ったんだけど、ちょっとあの自分で試して欲しい気持ちもある。ちょっと見たい、そのソラハがさ、ずっとなんかなんていうの、ミチさんを読み込もうと思って読み込めないゴタゴタみたいなのもちょっと見てみたい気持ちもあるあ、結構大変だねあれね、自分で見るにはなかなか。URL も公開してよ。 URL はね、あの皆さんにはねちょっとね、やっぱ MV をたくさん見てもらいたいので頑張ってください。あーってなりながら、でもね、なんかそういうアプリもあるらしいね、スクショしたら QR コード読み込めるやつとか。まあ個人的にはゲーム感覚で、あの画面に直接やってみてほしい。あれでも実際に本当に撮影中に読み込んで、読み込めるか確認してからやってるから、読み込めるはずなのよ。でも大変なんだよあれ。なかなか
マックカフェに行ってきました。もうめっちゃトケトケ、ごめん、汚いね。もうてりたま出てた、頼まなかったけど。春ですね。なんか私はもうグラコロの季節が終わったばっかりって思ってたけど、もうてりたまの季節になってた。うまっ。15日川崎リリーベが16人バージョン初観客。そうだね、16人バージョン初披露かも。うん、6人バージョンとかね、7人バージョンでの楽曲は観客の前でも披露したけど、テレビを覗いたら初披露。楽しみですね、ラゾーナ。お見送り会どんな感じ、どんな感じなんだろう。ハイタッチ会ではないよね、ラゾーナ。今日リリーベのレッスンしてきた。なんか今日からマスクがさ、つけなくてもいいのかな、広島が。なんかマスクしてない人割といた。LINE ライブで見れる。あ、そうなんや。今日カメラマンさんが来ててさ、レッスンに。で、息をする心を見てたんだけどさ、大変そうだった。複雑だねって言ってた。あ、全国的になんだ。そうなんだ。なんかユニバとかディズニーほとんどマスクしてる人いないらしい。私もね、メイクしてない時はねマスク外したいんだけどね、花粉がね、花粉症がね怖いから、ちょっと当分先になりそう。マスク外すのは。なんか昔はさ、リハーサルの日にさ、リハーサルの日はさ、なんか風邪でもマスク外したら怒られてたんですよ。なんかマスクをしてるのは大御所しかしてないって、なんか私が入ったばっかりの時は言ってたけど、でも今はリハーサルの時も全員マスク着用がなんかもう義務付けられてて、苦しいんだけどね、苦しいけどもう慣れちゃったから、踊りながらマスクするのに。なんかしすっぴんだしね、マスク取るのかな。失礼って言われてた。そうそうなんですよ、昔はね。でもマスクつけなきゃいけなくなって、レッスン中とかもずっとマスクつけてて、リハとかももう外したらダメみたいな感じだったから、本番以外はめっちゃしんどかったんよ最初は、マスクっていう運動するときに。でもなんかね、慣れるんだよね、もう今はね。まあ最近は外してる人もいるけど、もう本当に無観客公演の時とかのリハは全員最初から最後までマスクつけてて、めっちゃ大変だった。ピッタだったらまだそんなに苦しくなかったんだけど、でも最近はね、もう不織布が多いから。クマ、うん、ありがとう。懐かしいな。もう今ではマスクしたまま歌って踊れますよ。メガネ族は曇るね。メガネ曇るよね、曇り止め必須。黒マスクが流行ると思わなかった。黒マスクでもなんかもうしてる人あんま見なくない？
あんまいない気がする。女子はね、ピンクとかが多いかも。かわいい。ピンク。オレンジ。グレーとか。私のね、マスクめっちゃ小顔に見えるんで教えてあげます。これ。名前が分かんない。3D カラーマスク。これね、小顔に見えますよ。ちょっと可愛すぎるかな、色が。でもね、女子の間で流行ってたのはね、100均のね、ダイソーのマスクが一番小顔に見える。小顔に見えるでマスクしちゃダメなんかな。ちょっとマスクが大きいから、なんか顔ちっちゃく見えません？ そんなことないか。そんなことなかったかもしれない、よく見たら。顔が小さく見えます。鼻押されない。これね、鼻開いてる、割と距離感。もともと小さい。顔が別に小さくないけどね、頭が小さいだけで。クマありがとうございます。でもなんか私すごい、なんだろう、周りから小顔だねって言われて生きてきたけど、STU 入ったら全然小顔じゃないなと思った。全然他のメンバーの方が全然小顔、顔ちっちゃい。井の中の蛙ってやつでした。サーヤン、いや、サーヤンめっちゃ小さい。サーヤンとかユミリンさんとかでもみんな小さい。な くなってるから、なんか自分で自分のことあんま小顔って思わないようにしてます。でもマスクつけたらちょっと小顔効果ある。 あ、マイハさんもめっちゃちっちゃい。首長い。そうなんです。周りが細すぎてびっくりしたって言ってる子いた。ああね、みんな細いよね。いや、 AKB さんとかめっちゃ細いもん、びっくりする。 すごいよね。ヒールとかだからかな、よりそう見えるか。 STU スニーカーが多いからかな。STU はね、結構足首弱い人が多くて、ヒール履くと靴ずれするメンバーが多いんですよ。ヒールの衣装だとなんかかかとがすごいめくれるメンバーが多くて、だからあんまりヒールの衣装ない。スニーカー、ローファー。私かかとがなぜかめっちゃ強くて、私はなったことないんだけど、なんかよくみんながなってて、ちょっと大変だなって思ってる。クマありがとうございます。クマね、大変よね。でも AKB さんって大体ヒールだからすごいなって思った。なんでだろうね、みんな足ちっちゃいからなんかな。でも
車の人が多いかも。私結構足がさ、やっぱ自転車通学でこうしっかりしたからあんまり怪我することないんだけど自転車通学足のサイズ何センチ？私 3.5 です、平均、平均のサイズ、足サイズ、うん、そうなんですよ。奈々さん細い、奈々さんめっちゃ細い、もう太ももが私のふくらはぎって感じめっちゃ細い、うん、ああなりたい、でも憧れのスタイル羨ましいね。だから本当になんかアイドルね、なんかアイドルになってやっぱ可愛い人見ると羨ましいなってやっぱ思いますね。可愛くなりたいなってなります、うん、太ももある程度太さが欲しい。そうなんや、すごいすごいね、なるほどな。やっぱ男性と女性の考え方はちょっと違うのかもしれないな。やっぱね、それぞれね。ギちゃん的ベストの足は誰ですか？誰だろう？なんかあんまそういう部位でこの子が好きみたいなあんま考えたことなかった。いるかな？誰だ？難しい。サラピとかかな。サラピとか理想かも。背の高さとか細さとか。やっぱ160あるのちょっと羨ましい。羨ましいかも。私もね、顔だけなら160ありそうって言ってもらえるんだけどね、かな。葵ちゃん、あ、葵さんも好き。葵さんもめっちゃ痩せたなって思う。なんか今もめっちゃ細って思う、なんか遠くから見てて腰細っみたいな。コロナで痩せたって言ってた。でも私コロナで太ったからなんか人によるのかなって思った。私コロナでなんだろう、隔離されてる時めっちゃ食べたから、そうか、私も痩せたかったまあね、別に望んで痩せたわけじゃないと思うけど。むきちゃん158センチやき、そうですね、158。コロナの時めっちゃ食べた。
でも自粛中もめっちゃ食べてたけど、自粛中はなんかあんま太ってなかった。なんでだろう、その違いって何なんだろう。でも自粛中は運動しなさすぎて、逆に運動しないというかお仕事がなさすぎて運動したくなって、ウォーキングとかよく行ってたからかな。ウォーキングしかしてなかったけど、割と健康だったのかもしれない、引きこもってたように見えて。最近ね、あんまり運動してないからな。レッスンとか公演ぐらいだ。動かないとダメですよね。食べる量だけは変わってないから。おきちゃんウエストは少し自慢なんだよね。ウエストね、ウエストは細い。なんかこう、なんかさ、謎に令和になって出てきた言葉があって、なんか骨格ウェーブと骨格ナチュラルと骨格ストレートっていう、骨格をジャンル分けした言葉がなんか平成にはなかったと思うんだけど、令和になって急に出てきたんですよ。で、まあ、要はリンゴか洋梨かバナナかみたいな、あの昔あった洋梨体型みたいな、あれのおしゃれな言い回しだと思うんだけど、で、私は診断したことないけど、なんかメンバーからよく言われるのは、おきちゃんは骨格ウェーブって言われます。で、骨格ウェーブっていうのがなんか上半身が華奢でウエストが細くて、で下半身がめっちゃ太りやすいみたいな、まあなんか洋梨みたいな感じらしいだからよく言われます、骨格ウェーブって。診断したことはないけど、まあそうなのかもって思ってる。いろんなメンバーが配信で言ってるたびにどういうことなのってなってる。なんか私もね、あんまり理解できてないんだよね。なんか骨格ウェーブはだから足が痩せたら最強って言われてる。で、骨格ストレートがなんか難しいんだよね。なんか上半身がなんか横から見たら厚みがある、ちょっとガタイがよく見えるけど足が細いみたいな、なんかそんなだった気がする。ちょっと難しいんだよね。骨格ナチュラルはよくわかんないなんかあんまりいないらしいけど、ちょっとよくわかんないですね。難しいです。くまありがとう。なんかいつから出てきたんかわかんないけど、そういうね、なんかジャンル分けされてるらしい。どんなだったかな、ちょっとわかんないな。急にどこから来たんだろうね。でもなんか服とかすごいこう SNS とかで、これは骨格ウェーブが来たら死にますみたいな、なんか服とか流れてきて、こういうのを着たらスタイルが悪く見えますみたいな、なんかそういうの見てたらもう何も着れるやつないなってなって何にも着れないなってちょっと切なくなりましたな服を着せてくれ。ジリジリ音してる。やばい、充電器だ。でも充電ないんだよね。切ってみよう。10時45分。11時になったら終わろうかな。ちょっとね、最近そう充電さすとき音がめっちゃ鳴るんだけど。ちょっと撮ってみました。
何パーセント、え、何パーセントなんだろう。でもね、配信する前黄色かったからね、多分16%とか 20% だと思ってたから、まあ、ショールームしてるから、ショールームしながら充電させたから、まあ50ぐらいにはいってるんじゃないかな、50とか40とかそんぐらいな気がする。そうですよ、回復力、回復力ね。端末ガタ来てる、うそ、何だったかなこれ、12プロかな、何だったかな、いやまだね使える気がする、忘れた、何だったかな、iPhone ね。いつもなんかスマホケース買うとき自分が何だったか忘れて困る何だったかしらってなる。そろそろ替え時なのかな、いやどうなんですかね、困ってることはないんだけどね、そのショールームするときになんか充電器の音がうるさいことぐらいかな、ちょっとジジジジジって音がするらしい。うん、今日卒業しました、学校いいね、おめでとうございます。卒業式か、いいですね、卒業シーズン。なんかこの時期になるとあのレミオロメンさんの3月9日聞きたくなるんだよねなんか中学校の時先生が、担任の先生がギター持ってきて歌ってくれて、なんか先生ってギターできたんだみたいな、1年担任だったのに知らなかった驚愕の事実を知った思い出のある3月9日曲。弾き語りです、そう、先生の弾き語り、おしゃんな他人、え、ね、確かにおしゃれよね、知らなかったんだよね、そんなギターが好きとか、中学校の時懐かしいな、なんかもう名前も覚えてないんだけど正直、でもなんかその3月9日歌ってくれたっていうのはずっと忘れないんだよな。サブスク増えました、現状維持、サブスク、あ、私のプレイリストにいいねしてくれてる人の人数増えてない、現状維持。私 Spotify 使ってるんですけど、 Spotify にあの広告にミカニャンが出てきてびっくりして、画面録画してすぐ送った、山本ミカナですって言ってたびっくりした、友達が流れてくる広告に、あのアルバムのこう宣伝してた、ダンダンのやつ、そう かっこいいよね、ね、かっこよかった、またはありがとうございます、すごいホワイトデーだかわいいですね、なんか背景もだけどホワイトデーのシーズンめっちゃね豪華なんですね、めっちゃかわいい青色、ありがとうございます。明日ホワイトデーなのか、そっか、じゃあちょっと
壇上じゃないタワーのお礼をしたいと思います。少々お待ちください。とうとうさん、かなたはありがとうございます。ホワイトデーのクマありがとうございました。じゃあちょっとそろそろショールームを終わろうかな。52分なのでそろそろ終わりたいと思います。早いものだね、1時間経つのも。配信ありがとう。こちらこそありがとうございます。ゆっくり休んでね。うん、ありがとう。ゆっくり休みます。皆さんも体調には気をつけてゆっくり休んでください。お疲れ様でした。では壇上を読みたいと思います。13位森健銀河さん、12位タオさん、11位一下さん、10位ジェリーさん、9位バンボシさん、8位ヤムちゃんさん、7位ソウリュウさん、6位ホクさん、5位ペルさん、4位ゆるキャラアルコールさん、3位ゴバチャさん、2位50代独身さん、1位がとうとうさんでした。壇上の皆さん、コメント欄の皆さん、ありがとうございました。タワーもありがとうございました。とうとうさん、それでは今日の配信はこんな感じで終わりたいと思います。ありがとうございました。 MV 息をする心いっぱい見てください。見てくださると嬉しいです。ありがとうございました。おやすみなさい。バイバイ。